ハーフタンギングのちょっと応用編の、練習方法を説明したいと思います。まあ、応用って言ってもそんなにね難しくないんで構えずに聞いてほしいんですけど、さっきと同じ G のメジャースケールを使って練習します。フレーの2を見てください。4分の3で変えてますけど、その最初テンポ気にしなくていいので、ハーフタンギングを使ってただ単にこの技術的にハーフタンギングをね勉強するだけじゃなくって、このフレーズに表情をつけるためにあるんだよっていうのを分かってほしいなと思って、ちょっと簡単な練習を変えてみました。ではフレー2の、譜面をちょっとやってみたいと思います。最初は上がって最後は上から降りてくるっていう、簡単な練習方法なんですけど、これだったら例えばソ1個目ね、1個目ソーラーシーでラーでハーフタンギングしたら、C がちょっと、アクセントをつけたように聞こえる、それを意識してやってみてほしいです。でさっきみたいに同じその先そうそうそうってやったのがソーラーシーってなって音が変わってますよね。ってことは指の動きと舌の動きをしっかり合わせないといけないんですよね。そういうのもあって最初は、まあ、テンポにメトロノームに合わせてできるようになるのが一番いいけど、まず自分の、タイミングでいいので、そう吹いてからラー押すときに、あ、ラーの指するときにハーフタンギングを素早く、遅いテンポでやるときも舌はいつもその動くスピードは素早くやるように注意しましょう。速いテンポになったときにこう舌がノロノロ動いてたら応用効かなくなるので、ゆっくりのテンポで練習するときも舌を早く動かす。それでこの練習で気をつけてほしいのは、そのハーフタンギングを使ってもあんまりこうデコボコ聞こえないようにしてほしいんですね。でやっぱりデコボコ聞こえないようにするにはどうするかって言ったら、いい息を流し続けるっていうのが大事です。で口の形アンブッシュアも同じ形で舌だけが動いてる、だからまあ普通のタンギングする時もいつも説明の時言いますけど、本当にできるだけ最小限の動きで口の周りとか体もあんまり変えずにできたら一番いいと思います。それを気をつけて本当にゆっくりのテンポでいいので挑戦してみてください。で初めてハーフタンギングをやるときはちょっとこのハーフタンギングでしてるときってリードが振動してるからちょっとだけ舌がこそばかったりするんですけど、でも全然我慢できないぐらいじゃないからだんだん慣れてくるんですけど、そういうのを体感してほしいんですね。ハーフタンギングしてる時ってこういう口の状態になるんだとか体感してほしいんですけど、だんだんできるようになったらできるだけハーフタンギングもさりげなくできるように練習してみてほしいです。なんかあんまりにもねハーフタンギングやってるぞみたいになったらなんか逆にあんまりかっこよくないかなと思うから、なんかこうすっごく発音よく英語が話せてるみたいな感じのイメージでハーフタンギングもこう入れていけたらなと思います。では最後に、例えば私はこういう風にハーフタンギング使ってるよっていうのを紹介したいんですけど、ハーフタンギングの使い方ってなんかその必ずみたいな絶対のルールがあるわけじゃなくて、それも自由だと思うんですね。でもやっぱりかっこいい人のかっこいいプレイヤーの真似したら自分もかっこよくハーフタンギング使えるようになると思うので、お手本をね真似するっていうのが一番いいかなと思います。で例えばなんですけどフレーの3ですね、これ私は
16分音符はあの跳ねてるリズムであのちょっとイメージして書いてます。じゃあまずフレーの3をハーフタンギングしないで吹くと、こういうフレーズなんですけど、ハーフタンギングを入れるとちょっとなんか喋ってる風な、なんかちょっと人間っぽくなりますよね、機械的に吹くよりっていう感じで、同じようにフレー4もちょっと書いてみたんですけど、これをハーフタンギングしないで吹いたら、なんかこういう感じなんですけどそれをハーフタンギングを、あ、そうそう、丸つけてるとこにね、音符の丸つけてるとこにハーフタンギングしたらどうかなっていう提案なんですけど、こういう感じの、なんかちょっと歌っぽくなりますよね。なんか最後のここも高福よりの方がってなんか単純にかっこいいかなと思いますで結構ほんといろんなねアーティストのあの人たちが、あのサックスプレイヤーの人たちがハーフタンギング使ってるので、もうジャズとか、まあ、ファンクもだし、フュージョンとかジャンル、まあ、クラシックはあんまないのかな、でもあのいろんなジャンルの人が使ってるので、ゆっくりのねテンポで今何アプリとかでゆっくり再生する機能があるので、まあ、YouTube でもゆっくり再生できるし、それでどこでハーフタンギングしてるんやろっていうのを研究して、自分もそこでできるように真似してね、で最初真似してるんですけど、知らないうちに自分がなんか無意識にその憧れてる人っぽいところでハーフタンギングするようになるので、それを楽しみにちょっとコピーを頑張ってみたらいいかなと思います。